ペテーノサウルスは、翼流の属。山畳気候機のノールガイ候機に生息していた。この属は、ドイツの古生物学者、ルパートビルトによって1978年に、記載された。タイプ種は、パトイナソリスザンバリである。属名はギリシアゴノパイタウイプシロニオタニュー、翼のアルトシグマアルファロー、トカゲに由来し、後者のシグマアルファローは、 多くの爬虫類の学名に用いられている。種商名のザンバリは、ベルガモ自然史博物館のキュレーターロッコ・ゾンベリーへの、県名である。ペテーノサウルスは、最小の翼竜の一つである。ペテーノサウルスの翼海長は、約60センチメートルで、体重は、クロウタドリよりも軽い。ベルガモ自然史博物館の化石3個の化石は、イタリアのチェーネ近郊で見つかっている。 最初の化石で、模式標本の MCSNB2886 は、不完全でバラバラになった骨格だった。第二標本の MCSNB3359 は繋がった骨格で、胸腰椎、固められたを、翼、腰、足などが残っているが埋没する前に、水流で現れた可能性がある。この標本は、 パラタイプ標本となっているが、ペテーノサウルス特有の特徴が何一つ確認できないので、実は別の抑留であるという可能性もある。このパラタイプ標本には20センチメートルほどの長い尾があり、長く伸びた椎骨の延長部によってしっかりと固められているが、この特徴は三畳期の抑留に一般的に見られる特徴である。第三の標本は、 MCSNB3496 で、これも骨格の一部からなる。すべての標本は未成熟個体で頭蓋骨が保存されているものはない。ほとんどの翼竜と同じくペテーノサウルスの骨格は狂人であるが非常に軽量である。ペテーノサウルスは三系馬性すなわち三種類の塩水馬を持っている。ペテーノサウルスの植生は昆虫食であると考えられている。 ペテーノサウルスの第五子は伸長して折り詰めがない。その関節は他の子骨とは異なった平面で曲がるようになっており、ソルデスの標本ピン2585-3に保存されていたような桃間膜を制御することができた。ペテーノサウルスは知られている中で最古の翼竜の一つであり、後の時代に現れるプテラノドンなどが6メートルを超す翼海蝶を持っていたのに対し、 わずか60センチメートルの小さな翼海蝶しか持たない。その翼は後生の翼竜と比べて体との対比の上でも小さく、翼蝶は高子蝶の2倍の長さしかないが、他の翼竜では翼蝶は高子蝶の少なくとも3倍の長さになる。同じくイタリアで発見された三条期翼竜であるエウディモルフォドンが保持していたような特殊化した。 多姿勢も存在せず、ペテーノサウルスが備えているのは、単幹馬である。これらすべての要因から導かれるのは、ペテーノサウルスは、基地の抑留の中で、おそらく最も規定的なグループであるディモルフォドンカに属するということであり、1988年に、ロバート・エル・キャロルによって、そこに分類された。そのグループに属する他のメンバーは知られている限り一つだけで、 これら二族が属する加盟にその名を表すディモルフォドオンである。しかしながら、後に行われた分岐分析では、その2社に近い関係があるとは示されなかった。ペテーノサウルスが規定的位置にいる可能性は、ファビオ・マルコ・ダラ・ベキアによって主張されたが、彼はデイビッド・アンウィンが最も規定的であるとした、プレオン・ナクティルスは、ペテーノサウルスの高校シノニムではないかとも述べている。 2010年にブライアン・アンドレス他によって行われた分岐分析ではペテーノサウルスをエウディモルフォドンやアウストリアダクティルスと共により規定的なグループとしてロンコグナサに分類した。下記の系統分析はアプチャーチエトールの形状に従った。しかしながらマーク・ウィテンはペテーノサウルスを真のディモルフォドン化であると考えている。ありがとうございます。